朝のまどろみが心地よい季節になった薄めで時計を確認しいつもの気象時刻が遠うに過ぎていることに驚くのもしばしば春眠暁を覚えずできることならばいつまでも寝ていたいというのは多くの人の願いでは250年ほど前現在の埼玉県から山形に移住した 一無王将桂なる人物が当地の印象をよく寝るところなりと書き残している夜は早く寝て起きるのは遅いとそれまでの土地とよほど違ったと見え朝に家の戸が開かない通りの様子を指して元日のごとしと評した一無王の所見は 時をててた現代でもも当てはまるかもしれない。総務省統計局の社会生活基本調査2016年によると本県の10歳以上の平均睡眠時間は7時間56分秋田青森に次ぎ全国3番目に長かったできすぎた感があるが最も短いのは埼玉で 7時間31分である「寝不足は健康リスクを高め作業能率の低下や事故などにもつながる」「国が睡眠指針を定めて対策を講じるのは良質な睡眠が社会にとって有益であることの証細である」「だからといって「寝坊の遅刻は多めに見て」とは決して口にすまい。 「寝言を言うな」でしまいだ。